お疲れ様です速塾の久保です、すの今回の真姫大学特別講義はすぐ動ける人すぐ稼げる人そしてなかなか動けない人なかなか稼げない人、まあ、この2つをですね実際の例をここでお見せしながらあなたがどちらに属するかお話ししていこうと思います、えー、まずですね1回行くだけで5000円もらえるそんな話があったらどうしますかやってみたいですか1回行くだけですよじゃあ2回行ったら1万円です3回なら1万5000円 4回だったら2万円単純な計算ですよねさあじゃあね副収入が毎月あと1万2万欲しいなと思ってる方いやいやいらないよもう十分だよって方まあどちらもあると思いますけども欲しいのにその方法を使わない方と欲しいからその方法を使う方どっちが早く動ける方早く稼げる方だと思いますかもう答えは明確ですよねじゃあ具体的に5000円 1>, 1万1 0 0 0 2万と手に入れる方法を紹介しましょう今ねポイントサイトモッピーってやつで持ち家計画っていうそういうなねプランが出てるんですよこれはね家を別に買えってわけじゃありません住宅メーカーや工務店さんがあなたのお住まいの地区にもあると思いますけどもそちらの方にねあのモッピーというポイントサイトを通じて申し込むそして実際に持ち家計画の面談紹介 家の内見会ね、モデルハウスの見学をする。まあ、そのことによってね、だいたい使う時間っていうのは、まあ、交通時間もあると思います。行ったり来たりもあると思いますけども、まあ、お近くにそういうところあると思いますんで、まあ、トータルで2、3時間ぐらいじゃないですか。2、3時間に1件あたりかけて、それでまあ、5000円です。で、これで5000円なんで、また別のね、形で申し込んで、また、ハウスメーカー行ったりとかね、えー、住宅展示場行ったりとか。 でそれでまた時間使うとそうするとプラス5000円ですでこれを何件かやるともう2万とか3万になってくるんですよねまあでも1件だけ行って5000円でもいいじゃないですかそれを今月のプラスアルファの収入にしたらどうかなと思いますけどいかがですかねなんだったらこれを毎月やってもいいわけですよそうするとあなたはこれから毎月プラス5000円の副収入がずっと入るよってことになります モッピーというポイントサイトは数千個のこういった似たような案件がありますけどもそのうちの一つをずっと使うだけでもこうなるんですよどうですかねやりますかねこれでやらないならかなり行動が遅くなり稼ぐのが遅くなるんじゃないかなと思いますいや他にいい方法があればいいですよ他にいい方法があるならそっちをやってくださいでもそれもやらないんでしょその方法もやらないし今回紹介した方法もやらないし結局何もやらなければ副収入いわゆる 所得が上がるのっていうのは随分遅くなりますし、その見込みはいつ頃になるかってことは分かんないですよね。まあどんなネットビジネスチーが入ってもね、こうやってノウハウはお伝えすることができるんですよ。実際伝えられた人が次の日から少しでいいんで行動を変えるかどうかです。今回紹介した5000円もらえる案件も1ヶ月のうち30日のうちにどこか1日、しかも2、3時間使うだけなんですよ。いや、これをね、やらずして 5000円の副収入がプラスアルファにならないってお嘆きならもう手の施しようがないかなと思いますまあもっと難しいね転売ですとかアフィリエイトですとか YouTuber をやるとかまあ FX などの投資をやるって話になっちゃいますんでこっちの方が難しくないですかうんまあどっちをやってもいいんですけどねということで今回はねあの5000円儲かるお話をさせてもらいましたこの方法を2度3度使えばですね1ヶ月のうちにでも 1>, 1万でも2万でも副収入、プラスアルファになるんですけどもね。じゃあ、モッピーのまだアカウント作ってない方のために、動画概要欄に、その、プラス5000円に至るモッピーのアカウントの作れる URL を付けておきます。そして、URL をクリックして、自分のアカウントを作るだけでもうとりあえず報酬が欲しいという方、紹介コードも付けておきます。そうすると、まあ300円ですけどもね。300円ですけども最初から、 多分300円だと思うんですけどね最初からあなたのアカウントに入ってますから。これならいいでしょはい。ということで、まずやってみてください。やってみると見えてきます。これはナミさんも言っていることですよね。まずやってみること。そうすると、やらない自分から少しだけ進化します。それでは、いってらっしゃい。